つくばワンワンランドは茨城県つくば市にある犬のテーマパーク。犬の形をした木造展望台のモックンがシンボルとなっている。グレートテーン、ボルゾイのような大型犬からシーズー、ミニチュアピンシャーのような小型犬まで79種約470頭を飼育する。これらの犬はワンワン展示館で公開するほか、ワンワンパークで直接触れ合ったり、 ワンワンレンタルできに行った犬を借りて、園内を散歩したりすることができる。園内には、動物病院を併設しており、犬の体調管理に注意が払われている。また隣接して、学校法人筑波文化学園が運営する、筑波国際ペット専門学校があり、同校の実習施設としても利用されている。木造建木の説明パネル2020年版。 かつては犬たちが玉乗りなどの芸を披露する大サーカスが最大の呼び物であった。サーカスは期間限定で不定期に復活することがあり、大型犬の競争や犬のパフォーマンスなどの犬のショーは継続開催している。また大型犬がゴールキーパーとなり、来園者がシュートを狙うワンちゃんと PK 対決を実施しており、子供の利用が多い。 自ら飼育する犬を連れて入園することもでき、ドッグランが用意されているほか、愛犬参加型のイベントが行われることもある。シンボルの展望台、モックンは高さが11メートルあり、世界最大級である。芝犬をイメージしたモックンからは、筑波山を眺めることができ、特に秋は紅葉が楽しめる。このほかステージや売店、ミニ遊園地、軽食コーナーを有する。 犬のテーマパークであるが、猫と触れ合える、猫ハウスも設置している。家の事情でペットを飼えない家族連れを中心とした、日帰り観光客の来園が多い。運営主体の山水コーポレーションは、茨城県つくば市東新井に本社を置く企業で、つくばグランドホテル、料亭、山水亭、つくば国際ペット専門学校なども経営している。一時は、日本全国で、 犬のテーマパークを展開するに至り、アリマワンワンランドは、フランチャイズ契約により、ビワコワンワン王国や、九州ワンワン王国は、伊藤忠商事と共同出資により運営に参画した。アリマ、ビワコ、九州の三園はすべて閉園しており、2005年に、ビワコワンワン王国が閉園した際は、同園の約300匹の犬をつくば、ワンワンランドで引き取った。 木造建木君2020年から1996年4月27日に山水コーポレーションが運営していたテニスクラブの跡地1万6000平方メートルを利用してつくばワンワン動物園として開園した。社長が犬好きであったこと、開園当時の日本ではペットブームが起きていたことが開園の契機となった。愛知県で同様の施設を運営していた。 ペットショップからノウハウと犬を購入し、チャイニーズクレステッドドッグなど、世界の犬70種、約200匹を飼育し始めた。初年度は30万人の来園者があった。1997年には、ワンワン動物園の付属校として、筑波国際ペット総合学院を開設した。1998年4月に、アミューズメント施設にふさわしい名称への変更を、期として、 つくばワンワンランドへ解消した。当初は、有給地対策として始めた事業であったため、山水コーポレーションはいつ撤退するかを検討していたが、2001年に日本経済新聞の取材に対し、最近になって、ようやく行けるところまで行ってみようという気持ちになったとコメントをしている。2006年には、開園10周年を迎え、同年が犬年だったことにちなみ、 筑波山神社の協力で鳥居を設置したり、子供と犬の綱引きを実施したりした。この頃には年間来園者数が10万人に落ち込んで、いたが、2010年代後半には15万人に増加している。2018年には再び犬年を迎えたことから、ワンワン神社が設置された。2019年10月12日から19日まで、台風19号の被害により救援。 2020年4月22日から5月17日まで新型コロナウイルス感染拡大防止の休業要請を受けて休園。6月12日もっくんマスク着用。9月5日より大型検定時間公開。2021年4月15日開園25周年を迎えることからもっくんに開園25周年記念プレート装着。 自家用車利用の場合、常磐自動車道、土浦北インターチェンジから国道125号経由で約25分、首都圏中央連絡自動車道、筑波中央 IC から国道408号経由で約30分かかる。特に県合道開通後は、沿線の埼玉県や千葉県からの来園者が増加傾向にあるという。筑波センターからは国道408号経由で、 約25分である。無料駐車場が1100台分用意され、ゆとりがあるが、降落時期は、周辺道路が渋滞する。公共交通機関利用の場合、JR 常磐線土浦駅から、関東鉄道バス、筑波山口行き乗車、筑波ワン,ワンランド入り口下車すぐである。首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス、筑波駅から発車する筑、バス北部シャトル、筑波山口行きに乗車、 終点で下車し、徒歩10分である。ありがとうございます。